はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード3なんだっけ、 R 比って何の略だっけ、なんか忘れちゃったけど、それの体験版ですね、やっていきたいと思います。タイラントが映ってますね。はい、ネメシスだっけ、なんか忘れちゃった。まあいいや、やっていこう。驚くべき速さで拡大したバイオハザードはすでに町中を生ける屍で埋め尽くしていた。ラクーンシティからの脱出を試みるものの追い詰められたジル、その窮地を救ったのはカルロスと名乗る男だった。序盤の途中からかな。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。バイオ3は普通にやっただけ。カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。結構怪我してんね。それで状況は？この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。市民10万か。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。これカルロスか。立派な雇い主のおかげね。なんか向こうに人影がいるけど、まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させる。あ、避難民か。助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためによ。あなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民。ありがとう、ジル。助けになるって言ったって一人だよ、こっち。持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。その銃くれ。地上階に上がれ。そこにある。わかった。お、動けるね。一応オプションで多少はいじってきたんで。こりゃまたひどい傷だな。地上に出ろと。行くか。構えはこうだよね。銃弾は12発持ってる。バイオハザード RE なんだっけ。リベレーションじゃなくて、リベレーションは別のシリーズだから。エイプリル32024月3日発売ですね。それの体験版。ここら辺のポスターってなんだろうな、架空のポスターなのかな。タイラント・オブ・ザ・ディープ、深いタイラント。いや、よくわかんねえ。これもタイラント違うな。スカル・ステイカーみたいな。これはちょっと怖いね。で、バイオハザード3、自分が映ってるけどさ、どう思ってんだろう。ロブスター、ちょっとこっちの方とか見てないけど、なんもないかな。よし、上行こう。この扉かな。いけねえし。あれ、こっちもいけない。あれ、どこだ。なんかスイッチがあるとか、スイッチを押して扉を開けるとか。こっちいけないよね、どう考えても。いや、いけない。だって電車の中でしょ。特になんかありそうな気配もないし。こっち側？アイテムがある。こっち側か。ハンドガンの弾10個。あ、ナイフがあるね。ナイフはどうやって振るんだ。お、避けた。そう、なんか回避があるみたいなんだよね。これが回避か。UBCS 式超弾薬調合法。
戦場では玉なし野郎は玉なし野郎だ。死にたくないやつは黙ってこのレシピを頭に叩き込め。ハンドガンの弾、ガンパウダーが2個、ショットガン、ガンパウダーと強化火薬、マグナムが強化火薬の2つ。準備ができたらパーティーに出発。野郎ども死体に、違う、死体野郎どもにごちそうを食わせてやろう。間違っても自分がごちそうになるんじゃねえぞ。一応今のところショットガンとマグナムは出てきたけど、サブマシンガンみたいなのがあるかどうかだね。走る地図とかラクーンシティ、わかんねえ。でもラクーンシティは2でもねやったからね。お、アイテムがありそう。タブロイド紙の一面、恐怖の食人事件、その真相に迫る。9月25日未明、ラムズ美術館北側で不老者風の男に通行人が襲われていると通報が RPD に入った。駆けつけた警官が付近を捜索したところ、ゴミ捨て場で女性の、惨殺死体を発見。遺体に残された数十箇所に及ぶ髪跡や四肢の一部の欠損という特徴は食人行為によるものとみられる。今月に入り同様の事件は少なくとも3件発生している。この食人鬼の正体は一体何者なのか。本誌ニュースコメントは、スペンサー記念病院で無償治療を受けている奇病患者が夜な夜な食堂で人肉食の宴を催しているのではないかと推測。スペンサー記念病院に潜入した記者が極秘調査を行い、グロテスクで恐怖に満ちた真相を明らかにした。この衝撃スクープ、詳細は2面以降で。スペンサー教もなんかちょっとあれだよね、関わってるよね。なんだっけ、なんかその博士みたいなのが3人くらいいたよね、ウイルスの元凶を。んジュ、俺だ、地上に出たか。今向かってる。ちょっと新聞読んでたから。俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい？まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。ん、これは多分壊せるやつだよね。あれどうだ、え、ちょっと待って、あのナイフが分かんねえ。ナイフって装備しなきゃいけないの？切り替えんのか、下、あ、これで、違う違う違う、こうじゃなくて構えて振るね。 OK、 レッドハーブ。アイテムは8個、まあ増えるんだろうけど、ガンパウダーに、ガンパウダーにグリーンハーブ。グリーンハーブとレッドハーブはもう組み合わせやった方が良さそうだね。こうの組み合わせの効果。OK。で、これは予備として取っておく。ん？これアイテムボックスではない。で、武器はちょっとハンドガンにしておこう。ん？この人形は？関係あるかな。一応破壊してみる。あ、破壊できる、あるんだ。ハーブ調合法、グリーンハーブ ×2、 そこそこ効く、かなり効く。グリーンハーブ、レッドハーブか、グリーンハーブ ×3。 救急スプレー見つけたら拾っとけ。あ、なんかあるね。これなんかの仕掛けっぽいけど、体験版では特にないかな。そんなに複雑な仕掛けとかは。お、まだ一応結構人はいるね。生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。うわ、これ結構やっぱゾンビの頭揺れるね。どうする、足を打つ。いや、強い強い強い、ちょっと待って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 、え、ホールド、ちょっと待って、どういうこと。いきなり噛まれたんだけど。で、あとは切る、ほら、強い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 、絶対一回噛まれて、こうか、これ頭潰せないのかな。2は結構ゾンビ硬かったからね、硬えな、やっぱりこれだけ刺されてもようやくか。2発食らった。しかし弾薬はちょっと確保した。
どっちだ、多分あの奥だろうな。奥だな、行こう。血が飛び散ってるけど、向こう側に行けない。まあ、まずは普通に、あ、なんかあったぞ今。あ、ハンドガン弾、うん、いるな。影が見える。食ってる。あ、しかもこっちからも出てきやがった。うさ、ちゃんとカチャッ。ちょ、マジかよ。いや、むずい。普通に難しいよこれ。照準合わせるのがもうやべえんだけど。これカチッて、カチッてなるじゃん、この照準が小さいやつ。その方がね、多分威力とか高まると思うんだけど、そんな待ってる暇がない。一応下がりながらでも、いやーちょっと待って、かわせ、かわせない。ほらめっちゃ噛まれてんだけど、首噛まれすぎでしょ、やべえな。いや、しかし、いや、マジ強えよゾンビ。これやばくないか、これ。こいつ殺したら回復しよう。回復っていうか、どれだアイテム。いや、マップの活用とかじゃなくて、こうか。もうデンジャーだ。なんだよ、やっぱむずいわ。体を狙うのが当てやすいけど、どうなんだろうな、頭はマジで狙いにくい。こっち側にアイテムはない、かわいそうに。シカトするのが一番いいのかな、やっぱり。ん、なんだ、なんかいるか。あ、あそこにいるな、あいつ来そう。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち。鉄塔が見えるだろう、その辺りが変電所だ。遠い。右手の路地から迂回すれば行ける。路地すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ削る。何よ、消火器を手に入れとってこと。いや、結構力残ってるねゾンビ。あれ、木箱。あ、これドラム缶いける。よし、アイテムはある。ガンパウダー、いって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 。回避とか倒産できねえわ。これはもうマジでスルーした方がいいな。これ一応走ってる、今走ってるから。これでも中に入れる。あ、もう捕まったよ。よし、中に行ける。入ってくるか敵。食い物屋さんなんかねえかな。鍵がかかってんね、あのロッカー。これ特にアイテムが眠ってるってわけではないか。ハーブ、お、チェーン。ちょっと待って、もう早速足りないんだけど。ガンパウダー組み合わせて、弾でしょ、でこれもまとめちゃおう。34発。ハーブとハーブは組み合わせちゃうか。でもう一個ハーブ手に入れたらアイテムボックス。なんもない。なんか入れといてくれ、体験版になったら。一応ここは安全地帯っぽいね。店内音楽が流れてる。うわ、こいつとか復活しそう、こいつら。ん、置いてあるね、ガンパウダー。なんでこの机の上にガンパウダーが置いてあるんだ、こいつら。ガンパウダーでも食おうとしてたのか。で、チェーンカッター手に入れたけど、え、ちょっとどこ外せばいいんだ。外はやだな、気づかれてんね。クイックターン、一旦中に逃げよう。
多分入ってこないよね。さすがにリミットオブエリアでしょう。出たらヒールダメだ。はっ、ちょっと待って、クイック回避とかできねえわこれ。どこだよ、道がマジでわからん。上行ってみよう。とりあえずゾンビのいない方向へ行く。もうやばいっすマジで、体力が。いや、こいつもこれドラム缶があるってことは、いって、痛い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 、足食われて死ぬ。消えろ、使おう。もうデンジャーだ、デンジャーはさすがにまずい。で、なんか落っこってたよね。ちょ、落っこってたわけじゃ、ガンパウダーか。で、これ下に、え、下に下ろしているか。あ、これこっち側に来た。火を消さなきゃ。キーアイテムを使う。いや、関係ないでしょ、だってこれチェーンカッターはどうにもならんよな。回すバルブみたいなのが必要かな。またバルブ探しか。そうなった時に邪魔なんだよな、この生きてるゾンビが。で、ここ最初のところでしょ。で、こう来てチェーンカッターでどうするかだよな。ここがマジで鬱陶しい。手榴弾があるわけじゃないから。 OK、 来てる。はっ、こっちから行こう。あいつらなんかいずれ蹴破ってきそうだな。もう少しここら辺を見てみるか。こっち側、どっから来たっけ。で、これはナイフ、グリーンハーブ、ちょっとだけど回復アイテム。こっちではないか。え、こう来て、こう来て、ここ。あれ、ここなんだ。いや、さ、倒れてる人がさ復活するのかどうかだよね。全然わかんない。ヒントが欲しい。ドラッグストア店主の日記。アンブレラ社の新しい育毛剤が飛ぶように売れている。あそこの薬は何だって抜群に効く。大量に仕入れておいた俺の目利きが正しかった。これで売り上げ倍増間違いなし。しかし最近この辺りで物騒な噂を聞く。稼ぎも増えたことだし金庫を買い替えるとする。新しい金庫は完璧だ。バイトにも俺の可愛いワイフにだって金庫のパスは教えていないからな。知ってるのは俺とアクアキュアの彼女だけ。アクアキュアってなんかの店、さっきの店やかな。ガンパウダー、これ以上持ってない。組み合わせ、ただ弾丸は結構増えてきたな。使っていくか、やっぱりケチらないで。じゃあアクアキュア、うん、いる。もう胴体狙っていこう。これは、お、クリティカルヒットポイント出た。 OK で復活してくるかどうかだな。ちょっとやっぱりな、足、膝治療してやろう俺が。勝手にステップみたいなの踏むんだけど、もう大丈夫か。死んだか死んでないかの区別がつかない。血がじわーって出たら死んだみたいな、そういう感じにしてほしいんだけど。よし、開けよう。これどっち向かってんだこれ。で、ハンドガンの弾があるでしょ。こっちも、うわ、
これ彼女じゃないよね。こんな無残に死んでいるとかだったらかわいそうだけど。ポリス、あれマジでどこだかわからん。これはケイト・ブロースなんとか。何発かかるって倒すのに。一回倒れた後はちょっとつついとく。これで大丈夫か。なんか入る。結構来ちゃったけど大丈夫かな。うん、いる。これ挟み撃ちになったらちょっとまずいな。早い早い。胸のあたり撃ってればかがんだ時に頭にヒットできるんじゃないか。ほら膝の激痛死したな。膝に激痛が走って死んだ。こっち側、あ、これ何、消火ホース。うん、消火ホースはじゃあなきゃダメか。プラスして多分あれ回さないとできないよね。鉄道職員のメモ。ここ数日暴動はひどくなる一方、いざという時のためショットガン用意した。ガンラックに入れておけば取られることはない。予備の弾を調達しに行く。必要になったらチェーンを切って取り出してくれ。おお、欲しい。マジでショットガン欲しい。あ、これか。あれ手榴弾。ちょっと待って、持てないから、ガン。ちょっと待って、一回置いておいて、ガンパウダー組み合わせを。で、これも組み合わせでこっち。何個まで入るかだよな。手榴弾。あ、今だった。ガンパウダーだった。これってチェーンカッターで切れる？そういうことではないか。別の鍵か？っぽいね。あ、これか。チェーンカッター。ガッチャ。で、これ2マス使うとかだったら、かなりきついんですけど。1マス。チェーンカッターもういらないかな。どうしよう。これは絶対いる。ごめん、変えられ。え、どういうこと。ファインだけど、ガンパウダーどうすっかな。なんかもう一個ここら辺にガンパウダー落っこってねえかな。調合して弾にしておきたいけど。いや、ショットガンは欲しいよね。だって人形がいる。もういいや。体験版だからちょっと人形はこだわらない。いや、ダメだ。やっぱりなんか捨てないと。回復いざという時のために持っておきたいからな。これ捨てるってさ、拾うことができません。マジか。手榴弾もな、1個は持っておきたいよな。ショートカット登録、左。で、そうすると、これが、まだ使うってこと？どうするか。ナイフ。ナイフは捨てられない。これも捨てられない。これは捨てられる。これはまだ多分キーアイテムだから捨てられない。ガンパウダーステッカーじゃあ。よし、一マスでとりあえずいけるね。ショットガンは4発。ガチでピンチになった時に使おう。あとこっち見たところ、鉄道会社のようね。へえ、鉄道会社。カイトブロスレルウェイ運行マニュアル。安全な地下鉄運行のために、停電時地下鉄は自動的に運行停止します。電源が復旧次第コントロールパネルで停車駅と使用するホーム番号を再指定してください。安全性が確認できないルートが入力された場合はできません。今何かあった？ダメね。あ、違う、いけない。も
しかして。え、じゃあ何しに来たの。あ、特になんかあるわけじゃないな。ちょ、ヒントっぽいものはあるけど、それだけ。これ何、救急スプレーじゃないの。違った。まあ、ショットガンをゲットできたのはでかいかな。起き上がるか。ちょっと待って、危ねえ。膝治療。足がめっちゃのけぞった。だいたいさ、こんな膝くらってさ、まだ立てんのがすごいよね。いくらゾンビでさ、痛覚がないとはいえ。倒した。例によって最後の膝の痛覚でこいつは死んでいったか。で、こっち側行くか。あれがあんな、ドラム缶があるね。大体さ、こんな爆発するドラム缶がなんでさ、街のこんなとこに置いてあんの。楽して大丈夫か。これちょっと少し離れて、後ろのやつもおびき寄せたいよな。後ろのやつをきちっとおびき寄せて爆発させる。 OK。 で、これはなんだ。皆さん、モンズドーナッツ、ムーンズドーナッツか。なんか言ってるけどちょっと聞こえない。ハーブ、これは組み合わせよう。避難してくださいみたいなこと言ってる。なんかこれ字幕出ないのかな。あ、ここでまたチェーンカッター使えるね。これでもうチェーンカッターおさばらになってほしいんだけど。捨てますか。はい、いや捨てない。ちょっと待って、こいつ怖い。やはりか。1発、よし、2発頭にぶち込んだから1対1であれば狙える。後ろにドラム缶があるけど、まあそれは先へ進むとき、もし敵がいたら。これは重要。いるな。よし、こいつらおびき寄せよう。こいつらこのドラム缶までおびき寄せて一網打尽。よし、もういいかな。大丈夫、燃えた。燃えてもさ、こいつら起き上がってくるときあるからね。タマゲット、あれ、こいつは駐留弾。よし、ショットガンの弾。多分もう場所がない。なんだこれ、これ以上持てない。いや全部必要だよ。消火栓につないだ方が良かったか。これ捨てられねえしな。ショットガン、あ、大丈夫か。ショットガンの弾はマジで欲しい。ちょっと待って、何発あるの。4発までしか入らないのか。12発を12ゲージ相談を4連装できる。1回やって、ああ、もうあれだ、弾ここに入らないかな。入らない。いや、お、ちょっとアイテムがガチで少ない。あのホース取り付けられるだけ取り付けられるかな。てかホースの場所が分かんねえんだけど、もはや俺どこにいるんだ今。ハンドガン、まあいいか。ハンドガンの弾結構あるね。まだ予備弾合わせても、予備弾がそもそも50発くらいあるから。ん、これどこ。レッドストーン、なんだこれ。ちょっと薬局屋っぽいね。うわっ、ざっけんなこいつ。くそが許さん。
え、じゃお前いや、すげえ集まってきてる。やべ、使うか。どうだ、一網打尽。なんかない？あ、レッドハーブ。ただあれがない、普通のハーブがない。せめて救急スプレーが置いてあればな。救急スプレー取って強化火薬、いやさっき捨てちゃったんだよ、ガンパウダーを。なんかないっけ、人がいる。ハンドガン、これ以上持てない。60発の15、ここは限界か。ん、これ何、コール。ん、こいつか、アクアキュア、これか。Q をこっち、え、どういうことこれ。79、じゃそのまんまメモっとこう。0197-6514-8044でしょ。でそれが Q に丸がしてあってこうだよ、1に丸がしてあってこうだよ、8に丸がしてあってこうだよ。つまり144、ちょわかんねえ。まあいいや、戻ろう。とりあえずいろんなアイテムをちょっと、これ使っちゃおう。じゃあこれ使っちゃってこれ持ってレッドハーブで、グリーンハーブを手に入れた時に速攻で調合して、ここも入ったよね。さっきのさ、こっから降りてきた人ってさ、あそこで転がってた人かな、ここで。ああそうだ、やっぱり。ちょっと待って、なんかやってる。ちょっと待って、これは正確だ、ショットガン。え、ちょっと怖えんだけど。いけないいけないいけない、どういうこと。え、超怖えんだけど。いや無理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 、ダメだ、いけなくなってしまった。鍵をかけられたってことかな。びっくりした。なんかすぐなんかちょっとしたものがこう画面の横を遮っただけでもビビる。え、どこ行けばいいの。じゃあやばい、マップはこれか。ドーナツショップ、アイテムボックス、ハンドガンの弾、薬局、強化火薬、金庫。そうだよね、だここに行きたいのか。でこうでしょ。マップって1回で開けないのかな。え、どうやって来た。あ、やっぱこうだ、やっぱこうだよね。こっから登ってこう行って多分こうだから、さっ、違う違う、ここは寝てたとこだから、え、やっぱここに行かなきゃダメだ。あれ、これなんだっけ。あ、ショットガンの弾があったとこか。こっちは鉄道指令室。鉄道指令室ってだって別に何もなかったよね。捜索完了、捜索中になってんな。ここ捜索完了ってさ、これ取れば捜索完了になるのかな。あれ、ドーナツショップからこっち行ける？あれ、ドーナツショップってどっから入んの？こっち側から入れる？行ってみよう。あ、入れんな。で、逆側に出れんのか。で、もう一回逆から行けってこと？あ、そういうことだ。いや、行けねえ。ちょっと待って。
え、いけないよ。あ、そんなことなかった。おい、逃げろ逃げろ。捕まった。かわした。いってちょっと待ってそれ、いってなんだこいつ。倒せないと思うから、とりあえず膝ついてる間に逃げよう。ちょっとこれ開いて、今どこだ。あ、ここで、こっちの金庫に行きたいから、やっぱこちら。ずっと追いかけてくるってなったらすげえ厄介だな。どっちや、こっちじゃない、こっち。アイテムがあったとこだ。いや、でもこれちょっとなんか巻いたか。音楽が、あれ、ちょっとほんとなんかわかんないとこに出てきてたな。全然違うとこに来たぞ。こっち行ってこうだよね。だこっちじゃないよ。やつと遭遇したらこれ終わるな。もう回復アイテムがないから。いた。早い、しかもちょ早すぎだろ。いや、もう回復アイテムがないから無理なんですけど。こっちのずっとまっすぐだ。いや、遅い。来てる。行って、死んだ。いやー、難しいね。これ、体験版はセーブできないんで、まあ、チェックポイントからやり直すしかないんですけど、まあ、とりあえずバイオハザード3、うん、これも面白いね。まあ、やっぱりね、バイオハザード、この前作の2も難しかったけど、3も難しいっすね。まあ、そんなわけで、バイオハザード3体験版でした。クリアすることはできなかったですけれども、まあ、裏の方で、やろうかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。ゲームモード変更。アシストに変更してコンティニューしますか。アシストされます。自動回復します。アサルトライフルが使えます。組み合わせの弾薬が多めです。変更すると元に戻すことができません。そういうのもあるみたいですね。じゃあこれで終了します。